ははい皆さんこんこにちはレック専任講師の平野です、えー、それでは本日は、えー、平野流短期合格法大公開という形でガイダンスの方を始めさせていただきます。まずこの土地家屋調査士という資格なんですけどもどのぐらいの勉強期間で実際合格できるかというお話なんですけども、えー、レックの講義でも大体1年を目標にしています。で 実際じゃあ1年で本当に合格できるのかっていう話なんですけどもえ少なくとも合格レベルですねえ可能性があるっていうところまでは1年で十分その期間つまり合格に必要な学習期間は1年間で十分じゃないかっていうところなんです。だとここにありますちょっとこちらを見ていただきましてえこれがねっ。 えー、合格のコースということでインプット完成講座と直線ファイナル講座というところの組み合わせになるんですけどこのように、えー、必要な知識を収録収、えー、吸収していただくその後それを実際トーン形式で発揮していただくこの間を1年間でやってみようというところなんですよ。じゃあこの、えー 吸収するっていうところにどのぐらい必要かというところなんですけど大体いいこのねインプット講義っていうところで生授業を主体に考えますと今のところ週に1回午前午後と2時間半の講義が2コマあるんですよ。ということは週に1週間に5時間の授業があります。でそれを受けていただいてその後 復習どのぐらい必要かということなんですけれども復習は授業を受けていただいた大体倍の時間ぐらい皆さんで学習していただいたらいいかなというところなんですよ。となると1週間で10時間ですわ。1週間で10時間で時というのを考えますとどうですかね日々土日土曜日はまあ講義を受けて日曜日休みとしましたら日々 2時間これどうですかねなんか楽勝というも意見言わないんですけども絶対無理だという時間でもないと思うんですよだいたい1週間に10時間1日2時間でこの2時間の復習なんですけども毎日机の前で2時間過ごすというわけではないんですよ、えー、移動時間とか例えば学校にこだれる時間あるいは 働きに行かかれる時間とか通勤時間等を利用していただいてカードで記憶するこれも含めていただいていいかなと思います。で、えー、だいたい通勤時間が片道30分やということであれば1時間それに当てていただいたら1時間減りますね。でただこの土地の書式建物の書式。で これはさすがにちょっと移動中ではなかなか難しいのでご自宅で1時間ぐらい机の前でやっていただくで大体どのぐらいの量をすればいいのかというと1日そうですね1問ずつ土地1問建物1問これで30分ずつぐらい費やしてもらったら十分かなとで大体この勉強を6ヶ月間費やしますと 基本的に必要な知識っていうのは十分吸収できますでその後これを取りまとめて発揮する能力を高めていただくと合格えレベルの吸収したものを今度外に出す能力がつくっていうところなんですよ。で今のところをだいいた 今度テキストの分量で言いますとどのぐらい必要かというところなんですけどこれえ今年の授業で使っているテキストなんですけどだいたいこれがえ全部で1800ページぐらいなっていくんですよ。そうするとえ1日にもし10ページを進めるとしたら1ヶ月で300ページ進みますね。そうすると半年で 1800ページなんですよで土曜日日曜日休みたいなっていうことであれば1日15ページやってみましょうか15ページそうすると1ヶ月20日間でだいたい300ページになるのでやっぱり半年で1800ページこなせるんですよで1日15ページでちょっと無茶やないかと思われるかもしれないんですけど実はこれねテキストザーッと見ていきますけど1 2 3 4 5 6 7 8 9 10とううようにでこの図表があったりとか、ね、する中でのページなんでこの文字ばっかり載ってる10ページ15ページはないのでこれあの10ページ15ページ進めることは十分可能だと思うんですよ。でそれを半年間過ごしていただくと合格レベルにはなれましたた先ほども言っていだきました。 この試験の難しいところではあるんですけど合格レベルになった後今度はそれを発揮できる能力なんですけどねこの試験はだいたい試験時間が2時間半で一問問と書式くんですよでこのイメージは非常に時間が少ない足らないなっていうところなんですよ。そこでこででの2時間半で どのぐらいのことが発揮できるかっていうのを挑戦するのがこのファイナルトーレンという形なんですよ。でこれを通して外に出す能力を高めていただく、ね、というところですよ。でこの部分が吸収するこの部分がアウトプットの能力を高めるっていうところになります。 で要は自分の持っている実力をいかに発揮できるようにするかっていうのを高める練習なんです。ねはい、でこのコースを1回こなすことによって1年で合格レベルになれるっていうところなんですよ。で大体ねこの試験なんですけど元から 合格点なんですけど100点満点の中で80点オーバーの年もあったりするんですよ。っていうことは80点ってどう思います100点満点の問題で80点っていうのは結局はほぼある程度みんな簡単な問題で理解できているよいう でケアレスミスするところもあるよぐらいのイメージで取っていただいたらどうかなと思いますつまり難解な問題にできるだけやるんちごで簡単な問題を時間内にどれだけできるかっていうのが勝負やと考えていただいたらいいかなと思うんですよつまり、えー、この半年間で習,習得した知識を繰り返して外に出しながらこの半年間で吸収したやつを もう一回深めていくこの作業じゃないかなと思うんですね。ねはい、で実際にこれで合格した人がどの程度いるかなんですが毎年何人かこのパターンで合格いらっしゃいます。で次にこの合格者対象に今度「口述試験」というのをするんですけどこの口述試験は今のところあまり考えなくていいですわ。 なぜかというとこの控除試験はこの筆記試験の合格者対象に本当に本人が受けたんかな不正な行為をしてないかなカンニングとかしてないかなっていうのを確認するような試験だと思っていただいたらいいと思いますしたがって実際に自分で筆記試験合格点8割程度できたよということになれば、えー、まず落ちることはないと思いますね。 で最後にこの科目なんですけどどういうものがあるかというと民法法法とと不動産登記法をそれに準ずる法律という形なんですよでこの中で受験指導の仕方の中では民法っていうのが20問の出題中3問出るんですよ。20問の3問の割合で民法実はテキストで言うとこれなんですけど3 1 0 40ページからあるテキストなんですよでこれ3問のためにそれだけやるにはちょっと重いんちゃうかということである程度勉強量減らそかっていう手法を言う人もいてるんですけどこれは間違いですわ。というのはなぜかというと不動産登記法っていうのは、えー、いろんな不動産についての登記手続きの法律なんですよ。 手続きの法律なんですよでじゃあこの手続きに対する前提の法律体系はどこにあるかっていうとこの民法にあるんですよ。というところでここの民法は不可欠なな科目かというところですねで改めて学習期間を考えますと民法も含めた形でこの6ヶ月ぐらいでここまでいけますのでその後発揮すると。でこれを通して 独学で行くのと比べてどうかということなんですけど独学でこのインプット範囲を学習するのは非常に難しいと思います。なぜかというと、えー、土地家屋調査士の不動産登記法これね日常生活ではあまり経験しない部分になるんですよ。でしかも他の資格ですね。例えば この試験手に一番近いところが司法書士っていう試験かなと思うんですけどこれを勉強した方でもこの調査士の不動産登記法とかなり違う分野になるんですよ。ということはほとんどの方が今までに勉強したことない新しい分野になるので難易度というよりも経験値の意味でこの授業を受けていただいた方がいいかなと。 でそれでじゃあ独学の方ってだいたいどのぐらいで合格できるかを比べますとやっぱり最低3年あるいは5年ぐらいかかったりしてると思いますでね独学独学と言いながら大概の方はこのファイナルトーレンねアウトプット形式の授業なんですけどここは大概受講されるんですよ。ということになると独学や言いながらこれ3回5回受ける。 ぼかかか費用かかるそれを比べると実はここから受けていただいて一発で合格するのが実は費用的にも期間的にも一番合理的な方法じゃないかなっていうところなんですよ。はいね、で、えー、もう一度繰り返しますが、えー、ここからここまで6か月間1日2時間。 平日2時間ぐらいの勉強が必要やということなんですけどそれについても机の前で2時間じゃなくて移動時間中にそれを勉強していただいてもいいで私の授業の中ではこの移動の時間を利用して覚えるためにはどういうようなことをしたいいのかカードを作成して覚えるとかいう方法なんですけどじゃあ合理的にいくにはカードどんなふうにしたらいいかなっていうところをご説明しながら授業は進めていきたいと思います。 はい、えー、ここまでですね大体半年で合格レベルになるでその後、えー、アウトプットを務めながら、えー、合格レベルの知識を実際に出せる能力を高めようと言いましたじゃあこれね勉強が不足したらどこを埋めていけばいいのかっていう話なんですけど結局ね 半年でやった文が不足しているのでテキストが不足しているのでまた新しいものを見ようかっていう行為をすると合格が余計しりあの遠のきますえこの間にやったテキストの隅々のところをもう一回改めて見ていただいてえー ちょっと読み残してたところを増やしていただくっていうよ,う,にもうよりこの基礎を固めるっていうのが合格に一番近い道かと思いますね。はい、というところでこの「土地家福調査士なんですけどもう1回整理します、えー、短期合格っていうことなんですけどどのぐらいの勉強期間が必要かということですけど、えー、1年です。で1年ってどんな期間かっていうと逆に かかっても1年もうちょっと頑張ればそれを短くすることは可能かなと思いますで1年でどのぐらいになれるかというと合格に必要な合格に必要な知識の講座を受けてそれを実際復習することができるそしてその得た知識を外へ出す能力を確認することができるこれで1年という形でこの当日 えー、合格に必要な知識を持った上で挑戦できるでただねこの「土地家福調査士2時間半という短いところでの勝負になるのでどうしても、えー、当日実力発揮できないこともあるかもしれません。しかし、えー、試験を受けた後の感想として残念ながら今回はできなかったとしても えー、次回できる自分の中にはそれを合格にできるだけの知識があったっていうところを経験しながら試験は終われることができると思います。で最後にこの2時間半という短い時間の意味なんですけども、えー、2時間半の中では問題20問と択一20問と書式2問これ全部解くのはなかなか難しいんですよ。でこういうように考えてください。20問と2問が与えられてます。 2時間半でででどこまでできるかを挑戦してくださいつまり、えー、マラソンなんかでいうと42.195キロこ完走する時間を争うんじゃなくて時間決めときますまでどこまで走れるかを勝負してくださいつまりそんなに難易度が高い問題じゃないのを2時間半でどこまでできるかを争いましょうその最終的なところが8割ぐらいですよっていうところなんですね。 80点を超えた時もあります昨年なんかは70点台でしたけどこの先また80点台を超えるようなことになるかもしれませんつまり知っている問題が出るのでケアレスミスをしないように過ごす ここれでで合格に導けるというところで、はいえー、短期合格の方法というところでお話ししました、えー、1日2時間のじ、えー、勉強期間うう日休んでも、えー、土曜日は講義を受けて日曜日休んでもいいですよそれを1年間繰り返すと合格に導けますよというところでの、えー、お話を結論としまして本日のガイダンスを終了したいと思います。えー、お疲れ様でししたたありがとうございました